です今回は水素根性と NAS 電池これナス電池とも呼んだりするんですけどナスって言ってもねあのナスじゃないんですけれどもを活用電力の自己託装で広域エリアの CO2 削減というニュースですねこれは NAS とも言いますがナトリウムイオ黄電池の意味ですでナトリウムは NA というね化学記号イオ黄は S なんですけども、それを組み合わせただけっていうね何の秘めりもねえやんっていう <laughs> まあ別にどうでもいいんですけども電池ですよねそれの電池を活用して電力の自己託装で広域エリアの CO2 を削減ということですで私ねここの水素根性っていうところにはねちょっと興味を示しましたまあ本文をヘッダーからねちょっと読んできますね日本外資が安藤狭間安藤はざの技術研究所に 納入した電力貯蔵用の貯蔵用 NS 電池が運転を開始水素を混焼できるガス発電システムや自己託送制度と組み合わせて活用し広域エリアにおける最適な電力融通で CO2 削減を目指すという形ですね、まあ、この日本外資というのがです、ね、この NS 電池の特許を持ってたりとかいろんな製造技術のう 部分を持ってたりするので、まあ、それをです、ね、うまくこの安藤さんと安藤はざまさんのです、ね、技術研究所に、えー、納入することができたということですよね。まあ、特急技術を生かしながら、どんどん実証実験的な部分もあるでしょうけれどもね、はい。で、上から読んでいきますね、本文。日本外資は2020年5月、茨城県つくば市の安藤はざ の技術研究所に納入した電力貯蔵用 NAS 電池が運転を開始したと発表した安藤狭間が実証を行っている広域エリアにおける CO2 排,排出量削減を目指す安藤狭間次世代エネルギープロジェクトで活用されるというこのプロジェクトは CO2 排出量の少ない分散型エネルギーシステムと遠隔にある複数の電力需要値の間の自己託送制度を利用してエネルギーユーズを行う これにより、広いエリアでエネルギー利用の最適化を行い、CO2 排出量の削減を目指すのが狙いだ。2018年8月に国土交通省の平成30年度第1回サステイナブル建築物等先導事業、小 CO2 先導型に採択されているプロジェクトであるということですね。まあ、こういった、まあ、事業内容ですね、それによって で行われてる部分もあるよ。まあ補助金とかかが出てるるのかな、あるいはね、何か税制優遇とかが出てるのかなというところもありつつ、まあ,あるいはいろんなね、まあ、優遇制度があって、これが採択されてるのかなというところは私なんかもね、ちょっと見ちゃうんですけども、まあ、それはそれでね、いい方向に行くんであればね、いいとは思うんですけどもね。まあ、ただこれ、後でちょっと見るとわかるんですけど、無駄もちょっと多いんですよね。なんでそんな遠いところをね、こう行き来させるのかなっていうところもあります。 まあそれちょっとと読んんででいくとわかるんですけどねで。日本会社が納入した NS 電池は出力 200kW、定格容量 1200kW 時、水素燃料の混合切り替えが可能な燃料電池、水素燃料を混合可能なガスエンジン発電設備などと組み合わせて次世代型小 CO2 コーディネーション熱電供給プラントを構築すると。 納入は日本ファシリティソリューションを通じて行ったということですね。こんな感じです。この茨城県つくば市にある安藤風間技術研究所で、えー、コーディネーションプ,ロプラントですよね。まあこれガスエンジン、水素燃焼、本焼ですね。で太陽量ナトリウムイオン電池ですね。ここにもつけると。電池ですね。で、排熱利用を宿泊棟に使ったりとか、 あの浴槽とかですね、給湯とかに使う。で、本島間で、回避断熱材とか、で、需要予測発電供給システムとかをね、使うと。で、ここから自己託装で電気を送って、広域電力グリッドとして、安藤狭間の千葉工場だとか、大型土木工事現場用、現場の東京バーグリッドにこうくっつけるということですね。 東風も関係してくるぞとということですね、はい。具体的な運用としては燃料電池やガスエンジンによってでしょう、ね、発電した電力を電力需要の少ない時間帯は NS 電池に充電し、まあ、燃料電池とか、ね、ガスエンジンというのは多分回しっぱなしになると思うので,でそれが少ない電力需要の少ない時はあのナトリウムイオン電池に、ね、充電して 需要の多い時間帯に放電することでエネルギー利用の最適化を図る。これにより燃料電池など運転効率を高め CO2 削減につなげる狙いだ。反対に技術研究所の需要を上回った場合は NS 電池に充電し、不足する場合は放電し、自己託装制度で他の需要値に送電するということですよね。 まあ当然、結構パワーもあると思うんですよね。だから、ここから自己託装して、工場だとか、大型のね土木工事現場なんかにこう送ると。こういった、ね、電力のこうプラント、ていうか、ねまあ、送電網によって送られていくとで。NS 電気は大容量かつ長時間放電が可能という特徴があり、再生可能エネルギーの安定化や非常用電源などの多様な用途に対応すると。 日本外資によると、これまで設置実績は、全世界200か所に総出力580メガワット、総容量400メガワットアワー以上になるということで、結構なパワーというかね、全世界にという形で、ナトリウム用電池をね、どんどん出している、まああの、作って、納入しているということです。で今回ね、やっぱり、このコーディネーションプラントですよね、 水素混焼のガスエンジンですとか燃料電池なんかも併用しているというところがやっぱりポイントかもしれません。で、ここによって需要予測をしながら電気、あと熱ですよね。それをうまく供給する、あるいは重放電させていくという形であのコントロールして行っていくというのもポイントでしょうね。やっぱりそれなりの工場ですとか、それなりに電力需要のあるところというのは まあ水素オンリーでもいいと思うんですけど、水素根性のね、こういうガスエンジンっていうのはやっぱり必須なのかもしれません。やっぱり火力発電所としてですね、あの作る場合でも、まあ、根性よりもね、やっぱり水素染性の方がまだはいいと私は思うんですけれども、こういったガスエンジンを使うことによって、より安定化した、ね、電力供給、大容量のね、電力供給ができるようになりますし、 まあこれと併設して、ね、太陽光発電ですとか風力発電なんかもね、ここにはちょっと見当たらないので、つけてもいいんじゃないかなという気はしますよね。でそうすることによって、よりねその、重放電もそうですけども、安定化した電力供給っていうのができるんじゃないかなと思います。ここの屋根の部分とかね、いろんなところにまだ太陽光発電とか設置できますし、まあ、前にもね、あのお話ししたペロブスカイト。 なんていうのこうフィルム系でこういったところにね貼ってもいいです特にねそういう装飾とかあの形を気にする、ね、研究所っていう技術研究所であればね特にそういうところを実証実験として使ってもいいと思いますので、まあ、そういう設備も多分考えてるんじゃないかなと思うんですけどねで私ちょっとね気になったのがまあこれ日本会社さんがねこうガーッとこうやってますし、まあ、当然ですけども 特許なんかもね取ってるからこちらのね NS 電池を使った方がいいっていうふうになると思うんですけど私はですね再生可能エネルギーとかあるいはこれからですねその地方でいろいろと電池大型の電池ですよね蓄電池設備なんかをやっていく上ではですね圧縮空気でやるっていうのも結構面白いなと思ったんですけどあのレドックスフロー電池の方がいいなという気はしました。 でこれ、レドックスフロー電池っていうのは、あのどういうものかというとね、液体を使ってですね、あの非常に大型化するような形なんですけど、常温、常圧で使えるんですね。で、まあ、あの風力発電とか東太陽光発電のような大電流の出し入れっていうのにも対応してますし、さらに、プランドをですね、 まあそれほどの保存量っていうかですね、この1個の設備に対しての、あのー、設備の、ね、大きさっていうのが結構できちゃう部分なんですが、それが何点ちゃ何点なんですけど、まあ、それなりの大きさが必要になってくるということと、あとパナジウムっていうね、ちょっと希少金属を使うので、コストがちょっとかかっちゃうっていうところはあるんですが、大型化するのはね、全然問題ないということなんですよね。 どん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 こうその液体の設備を増やして、えー、大型化するのは全然問題ないとだから都心の近くで使っても全然いいんじゃないかなと思います熱も出ないしね安全性もそれほど悪くはないというところなんですけどもねただそのコストの問題と、まあ、化学物質を使うので多少はね、えー、その流出に気をつけるっていうことは必要なんですけども、まあ、この NS 電池ですとね火災の問題がちょっとあるそうですね やっぱり熱の問題っていうのをしっかりと管理しなきゃいけないということでしょうけれども、ただコストはね、多分こっちの方が安いんじゃないかなという気がします。何しろね、ナトリウムと硫黄ですからね、どっちも取りやすい物質だと思いますので、これとのね、その熱をうまくこういうふうに高ジェネレーションで使うような設備がしっかりとあればいいんじゃないかなと思います。あと寒冷地ですね、その冬場は寒くなるところで、 熱をですね、うまくこう処理したいような場所であると、その寒冷地、いわゆる日本海側とかですね、北海道とか東北とか、そういった場所で、えー、使った方がいいのかなと思ったりもします。とにかくねあの、北海道なんかそうなんですけど、暖房費が半端なくかかるわけですね。ですので、そういった暖房費をこういったものでね、代わりに使っていくっていうのはすごくいいかなと思います。 ですので、あのーまあ、これもつくばっていうのもね、冬場になると結構寒い地域ではあると思うんですけども、そういったところね、温熱施設に、この熱をね、コージェネレーションのプラントの熱をうまく使うというところもいいと思いますよね。はい、でね熱っていう関係でいくと、燃料電池の SOFC とかですね、それもかなり高熱のうん部分を持つ設備なんですよね。 その代わり結構発電量が大きく安定しているというところはあるのでそういうも温熱設備とセットにしてやってもいいかなというところはありますね。NS 電池というのもそういった部分もうまく使えるような設備をやっていくと例えばマンションなんかの,、ね、この設備にこの NS の電池を使ったりするとコーディネレーションによってです、ねまあ、ガス発電なんかもやってもいいと思うんですけどもあの水素 混沌でもいいと思うんですけども、そうするとです、ね、かなり省エネ化ができるんじゃないかなと思います。特に朝と、ね、夕方っていうのは、マンションなんかでもです、ね、結構エネルギー、熱を使ったり、冬場であれば、ね、昼間でも結構熱を使ったりすることはあると思うんですけど、それがそういった設備でね、えー、使えるようになってきたりすると、非常に省エネ化してくるし、全体のエネルギーの回し方としても、ね、非常に効率が良くなるんじゃないかなと思います。 もちろん電気もできるわけですからね、災害にも強くなる。もういろんな部分がやっぱり良くなりますよね。だから、少しずつ取り入れるマンションなんかはやっぱり出てくるでしょうし、まあ、今後はですね、そういった設備を作るときに、こういったコーディネレーションのプラントも含めた設備っていうのは、まあ、今後はね、できるんじゃないかなと思います。もちろん病院とか、あるいは老人介護施設ですとかね、そういったところでもいいでしょうし、 うんまあ、あとはホテルとかねそういったところで使うのも可能性がありますしどんどんそういう設備投資の一環としてね広がってくるかなという気はしますよねはいまあでもねこの NS 電池プラスあのレドックスフロー電池っていうのもですねもうちょっと広がってほしいなっていうところもありますけどもこのシステム自体をですねいろんなところに納入できるようになってくると日本のそのエネルギー システムといいいうのもです、ね、かかなななり変わってくるんじゃないかなと思いますこれ別にですね、その今言ったようなあのホテルですとかね、マンションですとか、あるいは老人の介護施設とか、そういったところだけじゃなくて、地域の,その密集した一戸建ての、ね、場所でこう入れるとか、そういう場合でも全然いいと思うんですよね。そうすると、電線もあのプロパンガスもいらなくなるし、 あのーね、熱源とこう電気とがこう納入できるというのはかなりいいですよね。まあ、あとは設備の,その維持管理、コストとかが、あるいは設置コストというのが、ね、それなりにこう下がってくると、まあ、こう広がってきてです、ねえー、いいんじゃないかなという気はします。こんなに遠くに、ねあのー、別に電気を送ったりとかしなくたって私はいいと思うんですよね。 地域限定でとかですね、その町限定でとか集落限定でっていう形でこういうふうにやっても全然いいかなと思いますし、どっかね、こう自治体とかと一緒になってこうやってくれるところがあるとね、非常に面白いかなと思ったりもしました。はい、えっ、ー、とですね、今回は NS 電池とですね、水素根性のガスタービンですね、ガスタービンじゃないのかな、ガス発電システムっていうのを、まあ、取り入れたこの狭間のね、研究所ってのは非常に将来的にも面白いかなと。 という記事でした。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。